今回はマイクラで焼却炉の作り方を紹介します。まず 3×4 の穴を掘って、その一マス手前を余分に1個多く掘ります。一番手前のところにドロッパーを設置して、その上にホッパーとチェストを置いていきます。溶岩をこのマスに置いて、上にガラスで蓋をしてあげます。コンパレーターをドロッパーの横に置いて、ブロックを置いてリピーターを設置。そしたらもう一個リピーターを置いて、ダストを置き、コンパレーターを置いて、周りにダストを置いて回路をつなげていきます。あとは回路の上を塞いでいきます。これで完成です。あとはチェストの中にこのようにアイテムを入れていくと、ホッパーからドロッパーに入って溶岩に入ります。皆さんもぜひ作ってみてください。この動画が面白かったらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。